今年度から共同化が本格的に始まった京都府と京都市の消防学校で今日合同入校式が行われました。今日の合同入校式には今年度京都市消防学校と京都府立消防学校に採用された生徒合わせて84人が出席しました。消防学校の共同化は府と京都市の二重行政解消の取り組みの一環として、おととし9月に知事と市長の会談で合意したものです。東京渋谷で今日開かれたあるイベント、ビジネスにつなげるために海外の拠点プラットフォームの確保が今急務となっています。北朝鮮の核問題のシンガポールで郵便事業を行うシンガポールポストです。今の力で 1+1 は3に4にしていくためにはやっぱりこうちゃんとしたプラットフォーム、そんなニーズを狙い動き出す企業がシンガポールで郵便事業を行うシンガポールポストです。全国の気象情報です。今年度から共同化が本格的に始まった京都府と京都市の消防学校で今日合同入校式が行われました。されました。キャンパス内で教授が殺害されました。